いヤマト、あいつは何なんだ。あ、もしもし、月くん、今朝はお迎えちょっと遅れますよ。ヤマちゃんの弟のほらなっちゃんのところ寄っていくので。え、来なくていい？いやいや、何か買っていくものある？なっちゃん、貝港か、貝大和の弟。とっくの外か、窓から飛び出すのは僕にはできないな。警視庁公安部特務の虎高いつきだ。少し時間をもらう。甲賀さんが相棒って言ってた。何かご用ですか？甲賀さんは朝から来ましたけど。あいつとは関係ない。甲斐大和のことを聞きに来た。それももう何度も甲賀さんに話しています。兄さんがどこにいるかなんて僕は知りません。お前がその情報を持っていないことは分かっている。じゃあ何のことを聞きに来たんです？甲斐大和はどういう男だ？何の話ですか？あいつと戦った。兄さんと元気でした？ああ、ごめんなさい。甲賀さんから無事って聞いてはいたんですけど。少なくとも殺し損ねた。殺し、ああ、でも無事ならよかった。あいつは命が惜しくないのか？え、普通は銃を突きつけられれば命乞いをする。あいつは何だ？兄さんは普通の人です。僕らが住んでた場所 B1 はとっくでも危ない場所だったんですけど。ああ、知ってますよね。兄さん、生活のために僕のためにもいつも無茶して、それに困ってる人がいたら見捨てられなくて怪我ばっかりでした。でも絶対戻ってきてくれた。銃を突きつけられても兄さんは命乞いをしなかったんですよね。ああ。それなら多分勝つつもりだったんだと思います。諦めない人なんです。だからきっとずっと諦めてなかった。あの状態で勝つ気だった？戦況も理解できないバカなのか。今行く。邪魔したな。兄さんの話を聞けてよかったです。ありがとうございました。戦ったんだと言っている。法律の本、甲賀が置いていったのか？何か欲しいものないかって言われたのでお願いしたんです。そしたら用意してくれて。お前から欲しがったのか？いつか役に立てばいいかなって。今までほとんど勉強とかもできなくて、僕にだって兄さんみたいに戦う以外に何かができれば。軟禁されてるんだぞ、甲斐大和への人質として。確かにお前とあの男は兄弟だ。はい、弟です。珍しいですね、僕より起きるのが遅いなんて。なんだよてめえ、ひどい熱だ。風邪か？疲れが溜まっていたんですよ。店を閉めた後夜もフェンリルを追っていましたし、タトゥーの力を使うことも多かった。大したことねえよ。それよりもフェンリルだ。日を追うごとに奴の襲撃が増えてる。なのに足取りがつかめねえ。その体じゃダメだ。ああ、ヤマト君の言う通りです。こいつの肩を持つのかよ。今フェンリルとぶつかって勝てるんですか？本物だとしたら相手はバイオレートタトゥーなのに。そんなもん
カズマ。チッ。で、お前は何してんだ。港に聞いたことがある。風邪をひいた時には卵竹というのを作るらしい。それは呪術に使う薬草酒。え、なんて言った。卵酒だから多分酒と卵だな。待てよ、レシピ知らねえのか。お前なんでこんなことすんだ。カズマ。ああ、俺は嬉しかったんだ、エイジと会えたことが。俺はあいつに、あの人に憧れていた。おい、なんだよいきなり。俺の両親はいい人だったと思う。そうなのか。困っている人がいたら助けよう、そう教えられた。俺もそれが正しいと信じていた。だけどあの構想の中、俺は誰も助けることができなかった。助ける力がなかった。そんな俺を救ってくれたのがエイジだ。エイジだ。血を流して戦ってくれた。町を変え、希望をくれた。お前どうしたんだ。俺には力がなかった。エイジのように誰かを助けたかった。だから力がなくても戦えるように考え続けた。エイジは俺も変えてくれた。カズマ、俺は今こそカズマの力になりたいんだ。お前どうしたんだ。そもそも俺はまだ酒飲めねえぞ。安心しろ、俺は飲める年だ。何をどう安心すんだよ。これは酒の匂いだけで酔いましたね。いただきます。おいカズマ、いいパジャマだな。あ、文句あんのかよ。俺の趣味じゃねえ。兄貴が買ってきたんだ。あいつセンスがどうかしてんだよ。いい、通気性と吸水性が大事だと港が言っていた。これは理想のパジャマだ。さすがエイジ。大事にしろよ。そのパジャマか。エイジパジャマ。どうすんだよこれ。パジャマ。3時間ほど寝ていましたよ。カズマは部屋で寝ています。君を助け起こして疲れ果てたみたいで、結果的に止めてもらったということでお礼は言います。カズマは焦っていますから。フェンリルを追っている。しかし実際にカズマが追っているのはエイジの影です。カズマはエイジの死を信じたくない。だからエイジの死に関わったかもしれないフェンリルを追っている。俺はもう大丈夫だ。カズマの代わりにフェンリルを追う。顔色が悪いな。あんたも大丈夫か。どうでしょうね。君は人のことばかりだ。僕のこともカズマのことも。自分の弟のことは忘れたんですか。もちろん会いたいし、自由にしてやりたい。だけど港は俺の背中を押してくれた。俺が俺を曲げればあいつに怒られる。ならいいんです。いい兄弟ですね。ああ、いい弟だ。エイジにとってのカズマもそうなんだろうな。五越同州。敵国同士の人間が同じ船に乗ってる間は仲良くしてるって話だよね。共通の災難に遭えば敵味方も協力するって。正解。いや、今のは聞いたわけじゃねえよ。じゃあ何？これって船を降りれば元通りってことだよな。かもね。
特務だ。状況を聞かせてください。報告で挙げた通りだ。そうですか。フェンリルね。データベースの情報が不足している。暁構想の頃に出現したらしいけど、普通とは違うバイオレートタトゥーだというのはこの破壊跡で納得できるね。何使えばこんな綺麗な壊し方ができるのか。ヘリオスが仕留めたそうだけどね。連中の言うことだから嘘つきがいるかもしれない。フェンリルの狙いが読めない。 B1 の連中とかアルテミスを狙ってたって聞いてたのに、今回は警官見境がなくなってきましたね。そういや、襲われた警官死んだんだっけ。命に別状はない。意識は戻っていないが。これは失礼いたしました。最初はダスクのスカートだと思ってたんだけどな。めんどくせえ。何かあったら全部こっちにあげるようにお願いしますね。スカート絡みだとどうせ役に立たないんですから。昨日の襲撃場所にも行きましょう。現場は実際に見てみないと。あ、その前にちょっと寄るところがあるんだった。伊助君、休憩中に呼び出しちゃったし休んでていいよ。お見舞い。前に人と人のつながりが大事なんだって言ったでしょ。公安の虎高いつきか。甲斐大和。若いですよね、いつき君。特務らしくしっかりしてるけど。山ちゃんね、影響とか受けなきゃいいんですけどね。ああいう人間は長生きできない。先に行くくせに面倒だけは残す。あんたがここにいるということは、公安もフェンリルを追っているのか。フェンリルはエイジの死に関わるものかもしれない。あの現場にフェンリルがいたとでも。ああ、カズマが見ている。なぜ俺に話す。同じ敵を追っている。見境なく人を襲う相手だ。情報ぐらいは交換してもいいだろう。公安が情報を漏らすと思うか。そうか、確かに。すまない。似ているのかもな。港のことか。似ているとは思わないが。あいつ元気にしてるか。いや、これも話せないな。それじゃ邪魔したな。貫かれた。また、いや、フェンリル、この力、タトゥーの防御が効かないのか。フェンリルだ。構成している。さっきよりも威力が増している。飛べば撃たれるか。頭を押さえに来たこの動き、吸気の力を知っている。効果が来るまで持つか。いや、あいつのパフリールの奴には通じない。甲賀か、虎高いつき。甲斐大和。止め。なぜだ。
なぜ助けた？あいつがあんたを狙っていることをケルベロスが教えてくれた。殺気を嗅ぎ取る力というやつだ。そうじゃない。敵の俺をどうして助けたと聞いている。相手はフェンリルだ。お前の狙いが奴なら俺を取りにもできた。理由か。ケルベロスは殺気を嗅ぎ分けもする。例えばフェンリルの殺気に迷いはない。だがあんたは違った。何？あの時殺気から迷いを感じた。ためらいなく人を殺せないあんたは少なくとも悪い奴じゃない。俺に迷い？俺が戦うのは俺の思いを、託されたエイジの思いを貫くためだ。そのために戦う必要があると思えば戦う。その時は俺が決める。俺はあんたを助けたかった。いや、強いのも分かってるが。カイヤマト、お前は。いいか、お前とそのタトゥーは国を、いや世界を守るための刃だ。俺と九鬼。そうだ、お前が考える必要はない。刃は考えなどしない。思いなど必要ない。ただ震われ、迷いなく悪を切り裂く。力なき正義は無力。正義なき力は暴力。力ある正義、それが虎高いつきという刃だ。俺が刃。力ある正義。二人して仲良さそうだね。イツキ君、大丈夫？深いというよりも鋭い。出血がひどい。分かっている。カイヤマト、カイミナトは元気だ。いいのか、情報を漏らして。お前には抑えになる。この言葉が事実だという証拠もない。ありがとう。あれがフェンリルか。車までもうちょっとなんで我慢してくださいよ。構うな。まあまあ。お前はなぜ公安に入った？どうしたの？ついに相棒に興味を持った？素性は知ってるでしょ。この暁署のただの警察官だったって。ファフニールのタトゥーを同僚から継いだ。それを特務に知られ移動することになった。栄転だね。タトゥーみたいなすごい力が手に入って、昔の同僚を顎で使えて最高。お前は何を考える、公安の任務に。饒舌なのは怪我のせい？感謝するべきか、鬱陶しい奴だと思うべきか。イツキ君、あんまりああいう男の影響を受けすぎない方がいいよ。何の話だ。そうだ、悪いけどね、この後はできるだけ安静にして怪我は早く治してもらえる？動くのか？そう、ダスクはもう一度来る、近いうちに。前回荒芝英二は仕留めた。それなりに損害は出たが。直接殺してやりたかったがな。次はケット氏、荒芝一馬だ。奴をやればヘリオスは今度こそ落ちる。狩りだ。ヘリオスを追い立て、追い詰め。